サンマルタン運河は、フランス、パリの運河である。全長4 5 5トル。サンマルタン運河の肛門、北ホテルビュージュキャナルセインと、マーチン運河に架かる鉄橋ウルク運河から続く、ラビレット貯水池と、セーヌ川へ続くアルスナルコートを結んでいる。開通したのは1825年である。2 5ルの高低差があるために9つの肛門がある。 幅が狭いため当初はパリに飲料水を導くために使われたが、現在はレジャー用になっている。運河の一部は地下水路になっている。地下下でパリ11区内で交差する北側レピュービュリック大通りから南側バスティーユ広場南端にかけてリシャールルノワール大通りが1862年に11区北側でリシャールルノワールに接続する。 ジュールフェリオー通りが1907年にできた。運河が地上に出ているところはパリ10区になり、バルミー通りとジュマペ通りが運河両岸に沿って走り、ジュマペ側に有名な北ホテルがある。また、失礼の絵画の題材にもなっている。サンマルタン運河は1970年代の初め、4車線の都市高速道路を作るためになくなりそうになったが、すぐにこの計画は中止された。 現在では歌詞が整備されている。このエピソードについては映画 L&H で触れられている。ありがとうございます。